まあそんなこんなで言ってさ、やっぱ中日ドラゴンズ、やっぱり外国人がハマったらどうかなと思ったけど、それでなんで、あいつは竜宮に変えたの、名前竜宮、竜宮、竜宮じゃないですか、竜宮、竜宮、いや、それは知らないですね。なんか、あいつは新人が入ってきたかも。いや、そうですね、最初分かんなかったですよね。もうあれ、ショートでレギュラー取るかなと思ったけど、はい、まあ、田中いのが怪我したから、福永ちょっとな、どうかなと思う。わしだってね、もうテレビで徹底研究しとるから。まあでも、ちょっと打ってくれればね、そうそうそう、なんとかなりそうなんですけど。ピッチャーが小笠原がいいだろ、で、高橋宏斗だろ、で、大野も今年はいい、柳が今年はクエスチョンな、で、あと、ライネル・マリシネスがおるわけだっけ、ピッチャーの方はまあそこそこだけど、岡林、大島が、わし、中日のキャンプ行ってんのよ。行ってるの、行って、大島が徳田勝負の1時間見て、おい、今年も最下位にしとくけんの、言ったら、どういったと思う、お願いします。1位でお願いします。お前が言いたいって言うと、言ったら、いいです。ということは、打つっていうことですか。いや、もうちょっと2000本なのよ。ああ。2000、近いの。今年中に行くんで。それで、1時間バッティングして、で、今度は、連続素振り、10回を10セットしたの。お前、誰も見てないんだけど、するのはやせんでええよ、って。いやいや、これはもう僕のルーティンですから、すっごいスイング速い。ただ大島が打ったぐらいじゃ点にならないでしょ。岡林が打ったり、いや、岡林は大島だから外国人が打つかどうかなんですよね。だからそこない、やっぱ木下が8番ぐらいやったり、そうですね、秋野も、秋野ちょっと厳しいんじゃないかなと思うんだけど、厳しくなりました、ちょっとわし、いや、秋野はちょっとどうかな、タイミング遅い、ビシエドタイミング遅い、ビシエドも、うん、だけどあれは力がもうめちゃくちゃ強いから、あれでも2割8分6厘ぐらい打ったんじゃない、去年。アルモンテ、アルモンテはちょっともう、アルモンテそれはなしということですか。いや、まあまあアルモンテもそうだけど、そんなこうね、やっぱり今欲しいのは、やっぱりヤクルトのあいつのオスナーみたいなのが欲しいよな、あれはオスナーはやっぱり今外国人の中で私はナンバーワンじゃないかと思うけど、いや、やっぱり一生懸命やりますしね、うん、まあ、打つ技術っていうか、うまいし、で、読みの技術、うん、やっぱ頭がいいかもわかんないですね。だから三冠を取れたのも、やっぱオスナーが後ろおるから、うん、オスナーいやらしいもん。まあそうですね、うんうん、まあ確かに、まあそういうのはあるでしょうね。じゃろ、うん、となると DeNA、 私 DeNA がね、なんで押さないか言ったら、広島に弱すぎる、なんでかしらんが。でも中日にめちゃくちゃ強いんです。中日はね、阪神か、阪神めちゃくちゃ強い、はい、特に横浜のどういうのかな、スタジアム、スタジアムだったら16連勝したりして、夏場にゴッと来たよね、はい、だけどわしね、どうしても押しづらいのが守備下手なのよ。守備、やっぱりあれ1998年に優勝したのはサード進藤、シータクロー、ショートね、うん、セカンドローズ、ファーストコマちゃん、うん、下手なのは佐伯ぐらいだったよ。だったら佐伎はあんた肩が強いとかどうとか言ってたら、春子って、はい、鈴木貴則は下手なかったけどね、まあ、そうです、春は全部取り切ったけど、うんうん、ただバウアーが入ったんですよ。バウアー入ったって、それはね、全盛期のバウアーやったらもう優勝ボーンとするけど、いや、もう100マイルぐらい投げてるらしいです。投げてるらしいって見たのかよお前、ね、いや、でも嘘はつかんでしょ。嘘はつかんけど、もうお前沢村賞取りに来るって、お前さ、バウアーがなあ、あの時にちょっと謹慎になってよ、6月に。それからもうメジャー戻れんような感じで、で、普通の人間一生食うだけの生活費持っとって練習するか、プライドなんじゃないですか。だけど、いや、でも達也さん、うん、バウアーがまともに投げれたとしたら、優勝やっぱ優勝します、しても悪くない、やっぱ順位が変わりますよね。いや、まあ全然変わる、2つ変わるよ、2つ変わります、2つ変わるよ、そら、それは今さ、わしらがさっと取っても折れるよ、行くよ、石田、浜口、東、今永、バウアー、こう来てみや、これでお前、京田とか、あの辺伸びてきてるんだ、んだ、まあ小園とかもね、小園なんか今年楽しみだし、小園はちょっと今一つで、まあ、まあそうで、左でさ、面白いやつが一人おるよ、坂本、おこれはね、楽しみ、よし、とるね、坂本、わしね、キャンプ行ってないんだけど、ブルペンで
ずっと見たのよ。中日対横浜が練習試合してる時に見たのよ。で、あそこのピッチングコーチ優しいから、木塚ともう一人、斉藤隆ね。いや、もう一人おったな。誰か来てたよ、ブルペンに。あ、そうっすか。うん、斉藤隆はベンチ入ってた、ね、ブルペンに。誰だったかな、分からん。まあどうでもいいんだけど。で、あいつ、安明、はいはい、めっちゃ調子いい。いや、いいっすよ。調子ええけどさ、球の使い方が悪いわな、あいつ。もうやっぱりさ、もうちょっとこう、ちょっと球種がないんですよね。スライダー覚えたりしてるけど、まあそうですね、言い方悪いんだけど、裏を書こうと思いすぎない、分かる、裏を書くって。だからまっすぐ狙ってても、まっすぐでファールを取るようなピッチングを覚えたら、楽になるんだから、うんうん、確かにね。だから怖い怖いでさ、1点差でさ、ホームラン打たれたらいけないで、ツーシーム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 、やけくそに投げてまっすぐ、ゴーンと打たれたりしたのが、一昨年あたりだったんだけど、まあ、いいピッチャーには間違いないよ。矢先でしょ。矢先、性格もいい。いや、だからバウアーがどういうピッチングするかによって、うん、それはもう僕も順位を変えなきゃいけない。いやいや、変えないけん。あんたが言うように、あんたの年になるよ。もう OB の大家さんとあんたと斉藤明夫はもう毎日プロ野球ニュース出なきゃになるよ。何ですか。いや、優勝争いしたら優勝争いですか。うん、OB だから。なるほどね。うん、伊勢が今年はちょっと厳しいかもかなと。誰ですか。伊勢。あ、伊勢昨日ね、投げすぎた。あ、でもまあオープン戦では元気に投げてましたけどね。あ、じゃあ大丈夫。エスコバーもおるし、うん、まあ中継ぎはね、三島も復活してますしね。あ、割と揃ってるかなと思うんですけど。うん、まあ、まあ、確かに。ただ逆にね、僕ね、うん、打つ方がちょっと心配になってるんですよ。打つ方、だから年齢的にこう割とこう、うん、高くなってきてるんで。誰が高いかいの。まあまあ宮崎でもそうだし、宮崎はまだまだ30歳、まあ、バリバリでしょ、うん、まあバリバリなんですけども、うん、やっぱこう体のキレとか、うん、やっぱ年齢違うじゃないですか、うん、で森もちょっと成長してんのかちょっと止まってんのかっていうところもあるし、まあ、いやな、ちょっと雑なとこがあるいうか、う、ね、淡白というか。でキャッチャーも手薄でしょ。山本、伊藤、光、戸柱、はい、まあ峰ぐらいになったらちょっと痛いかもしれないけど、まあ、打つ方に関しては峰は今まだオープン戦で一歩持ってないからな、はい、で外とオースティンやめたの。外はプエルトリコ代表で行ってたんですよ、まあ、オースティンはまた使えないです。だからもうベリトルコが近々来てたら日本危なかったな、WBC 戻るの。いやー、今危なかったですよ。やっぱりスター軍団ですよ。優勝した時にさ、あのクローザーが全治8ヶ月になったよね、はいはい、あ、日本ベリトルコやったらちょっとモリーナが監督だから、うん、あれ危なかったですね、ちょっとやばかったかもしれない。だからそういう面でも、だ、抑えがいたら多分勝ち上がってきてますよ。いや、勝ち上がってきてる。そこですか今。いやいや、それもちょっと一応思い出したら、なるほど、やっぱだから抑えの重要性が、そうですね、だから抑えの重要性といえばヤクルトが抜けたじゃないですか、うん、だからマクガフが抜けたのは痛いよ、はい、だから清水